おしりかじり虫は、NHK の音楽番組、みんなの歌で2007年から放送されている楽曲、またその楽曲の歌詞名義、及び曲中に登場するキャラクターの名称である。アーティストユニットのウルマデルビが、原案、監督、作詞、作曲、アニメーションを手掛けたオリジナル楽曲である。共同作曲、編曲は、松前幸高。歌は、 ボイスチェンジャーが使用されているが、ウルマデルビ、松前幸高と他と2名の計5名で担当している。キャラクターの振り付けは南さすが。本校では、おしりかじり虫を主人公としたテレビアニメ、アニメおしりかじり虫、および2012年から2013年にかけて BS プレミアムで放送された番組、おしり、キッズについても述べる。放送が開始されると幼稚園児や、 小学校低学年の子供たちを中心に話題を集め、その後、子供たちの母親や若い女性などにも注目されるようになり、みんなの歌、携帯電話ギメロダウンロード配信件数は1万1000件を超え、歌田光の僕は熊の記録を更新し、同サービス最多の人気となった。CD の発売、販売元は、アミューズソフトエンターテインメントで、 2007年7月27日に特典 DVD 付きのスペシャル CD とシングル CD が同時発売された。キャッチコピーはお尻とお尻でお知り合い、日本を元気にする能天気ヒップポップソング。また、絵本も発売された。みんなの歌では通常同じ曲を2ヶ月程度で放送終了するが、好評を受けて NHK はお尻かじり。 虫の放送期間を延長した。2007年9月時点で、お尻かじり、虫の CD 出荷枚数は22万枚、着うただ運動度件数は40万件。2007年9月28日から、対等のクレーンゲームの景品として、お尻かじり虫が登場した。2007年10月12日深夜放送の、ミュージックジャパンで、お尻かじり虫が、 みんなの歌以外の歌番組としては初めて披露された。2007年11月1日の歌番で民放初出演を果たす。1億3000万人が選ぶ、ベストアーティストでも披露された。週刊現代は2007年12月15日号で、お尻かじり、虫のパクリ疑惑を報じたが、当事者間はもちろん、姿勢においても、特段問題とされなかった。 2007年11月12日からは NHK 総合テレビまたは教育テレビで全国の幼稚園や保育所で子供たちと一緒に踊る模様を放送する1分から2分のミニ番組お尻かじり虫と踊ろうが放送されている。共演は振付を担当した南さすがと旅の友達のもろちゃん。 2007年11月20日に大阪フェスティバルホールで行われたベストヒット歌謡祭新人賞を受賞し、お尻かじり、虫の着ぐるみと南さすがが出演した。2007年12月31日放送の第58回 NHK 紅白歌合戦への出場も期待されていたが、正式な歌手としての出場は果たせなかった。しかし、紅白のコーナー企画でお尻かじり、 虫の着ぐるみと高安堂都市が出演し、子供たちのバックコーラスで、お尻かじり虫を合唱した。2008年4月10日に、お尻かじり、虫のリズムレッスン DS と称して、Nintendo DS でゲーム化。DS のタッチスクリーンに表示される楽器を使い、リズムを取りながらタイミングよくタッチすることでゲームを楽しむ。簡単なリズムから、音楽ジャンルに応じたノリの良いリズムまで細かい。 レベル分けがあり、ゲームを通じて音楽に必要な感覚を自然と身に、つけることができる。プレイ人数は一人。2012年には5年ぶりとなるシリーズ第2弾となる、お尻の山はエベレストが4月25日に発売されることになった。お尻の山はエベレストは4月と5月にみんなの歌で放送された。またこれに伴い、お尻かじり虫も、 みんなの歌を楽しみ枠内で放送された。せちつらい現代の日本をおせっかいによって元気にしようと奮闘する妖精。お尻かじり虫が老若男女あらゆる人々のお尻に次々かじりつき、笑顔にしていく様子が描かれる。お尻かじり虫本人は気づいていないが、お尻をかじられた人々はなぜか元気になるという効能がある。 都会の人のお尻は苦くて性に合わないらしく、かじった後スクランブル交差点の中央で倒れてしまうが、和室に敷かれた布団で寝込んでの治療、療養、滝行、書道による精神的修行などを経て復活する。タイトルのお尻かじり虫をリフレインし、超いい感じなどの当時の若者言葉を歌詞の一部に取り入れている。みんなの歌で放送されたのは2分20秒の ショートバージョンで、他に3分30秒のディレクターズカット版がある。みんなの歌で、お尻かじり虫として描かれている登場キャラクターは、主人公である、お尻かじり虫18世、バックダンサーかじりギャルズ、お尻かじり虫18世の父母がおり、いずれも二等身キャラクターである。また、ウルマデル、美作の6歳の、お尻かじり虫18世を描いた絵本では、 おしりかじり虫18世のおじいちゃん、6歳当時、通った大阪のおしりかじり学校の先生、友人たちなど、複数のかじり虫のキャラクターの存在が確認できる。おしりかじり虫18世が6歳の時、父、母は、大阪で、人々のおしりをかじって、元気、幸福にするか、じり家業、かじり屋を開業している。おしりかじり、虫の世界では、 8歳になって学校を卒業するまではお尻をかじるのは禁じられている。お尻かじり虫18歳が8歳となっているアニメーションの中では、そのかじり屋を18歳が発表きて、経営、営業もしくは手伝いをしているシーンがある。以下の設定は主にアミューズソフトエンターテインメント公式サイトより引用。アニメを尻かじり、 虫のタイトルで2012年10月より NHKBS プレミアムにて放送された。第2シリーズは2013年9月より、第3シリーズは2014年10月より放送。第4シリーズが2015年10月より放送中。また2013年4月7日より n h k イーテレにて第1シリーズを放送している。ちなみにアニメ内ではお尻かじり虫は、 お尻をかじられた時の挿入歌で登場するが、お尻の山はエベレストは、替え歌としてのみの登場である。2012年10月7日から2013年9月15日まで、BS プレミアムで日曜午後5時30分マイナス後、時59分放送のミニアニメ、アニメを尻かじり、虫のほか、ボクチロ、うっかりペネロペ、なぜどうして顔が、オブ、リタド、 なんとかお放送。お尻かじり虫十八世星。金田智子お尻をかじれった。ありがとうございます。